ヘッジ、お前また勝手な真似をしやがったな。よそ者をシグナスの代表として大会に出すつもりか。ですが。ヘッジよ、お前がこの国に来てから何年になる。まだ砂漠の民の流儀がわからねえのか。客人は最大にもてなす。たとえそれが敵将であってもだ。たかだか余興だと言ってもちゃんとしたもてなしをする。それが砂漠の民だ。ははお前の知恵には世話になってる。だがこれ以上砂漠の民をバカにするなら次はない。はい。おい、お前名は何という。人に名を聞くならまずは自分の名を名乗るものだと思うが。うるせえぞヘッジ、黙ってろ。俺はここシグナスを取り仕切ってるガーランドだ。嬉しいぞ、俺にそんな態度を取るやつは久しぶりだ。心は自由だってとこか。なかなかいい目をしてる。こいつはまさに男の目だ。どうした、俺は名乗ったぞ。今度はお前の番だ。ストック、エルンスト、エルンストだ。エルンストか、いい名だ。会ったことはないが、確か数年前に死んだグランウォルグの王子がそんな名だったな。大層好かれた王子だったらしいが、早死にしちゃ意味がねえな。お前も早死にするか。おいおい笑えよ、今のは冗談だぞ。だったらもっと笑える冗談を言うべきだな。なかなか口が減らねえやつだ。自分に絶対の自信を持ってるな。ますますお前に興味が湧いた。ヘッジ。は、はい。こちらの鎖を外してやれ。え？冗談を言ってるように見えるか。ははん？どうした、なぜそんな怪訝な顔をしてる。まさか鎖につながれるのが好きというわけではあるまい。何を考えている。言っただろう、お前に興味が湧いたと。お前の自信がどれほどのものか、俺がこの目で確かめてやる。ヘッジ、剣を用意しろ。ははは。ヒヒン。